さあ、進撃コラボ初の、モンストニュース。多分まあ、超究極は来ると思うんすけど、ーーいや、何がやってくるからな。あ、これ、リルキー,でーすミルキーのメッシュね、ーーメッシュ。メッシュね、メッシュ、ね。なんからこれ、コメント欄で言われたね、こんななんか差し色するのはメッシュって言われてるもので。えぇ、ーはい、それでは参ります。1 アニメいやこれは多分多分というかこれないと100%炎上案件でしょこれは絶対なんか追加来るでしょここで来なかったらもう終わりみたいな感じになっちゃうこれ終わったらもう進撃コラボで言うこと終わりでしょああはい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 えっとで続、はいてイテム戦ハハハハんで。ははいハハハああはいはいはいハハ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 ハ いや、これなんで笑ってるかは、いや、原作読まないと意味わかんないと思うんですけど、原作読んでる人は、あはなるほどね、みたいな。いや、そういう感じになる。ちょっとネタバレになるから意味わかんないけど。いや、これ、ちょっと酷なことさせてるんじゃないですかね。で、シソユミルに様々なアイテムを生成してもらおう。で、アイテムを生成した回数に応じて、えっ、ー、と、報酬もゲットできるだから、多分好きなものを作ってもらえるのかなまあ、どう考えても、 見てる感じ、線形の書が一番最優先で作ってもらうのが一番だと思うんですけど、始まるのが日曜日からの、日曜日の夜中0時からなのね。どうなんだろう、これ。まあ、多分、できる限り線形の書を連続して作ってた方が良さそうな気がするけど、まあ、お話を聞いてみましょうかなと思いますね、これ。はい では詳細見ていきましょうこちらで詳細どのな感じ6つの枠にランダムで表示されたアイテムの中からあーなるほどランダムなんだ生成完了まで待とうということで先、はい、生成をやっていきましょう,うーあーなるほどねだからえー、っとこのまあ、始めたら一番最初に6個アイテムがありますとでその中で欲しいものを一つ選んで作ってもらいますよとでこの画面の中だとこの 戦形の書が選ばれましたってね。で、20時間これ作るのにかかるんで、20時間経ったら、これがゲットできるようになりますと。で、ゲットできたら、この枠に、あのー、新しいものが埋め込まれるみたいな感じなのねが。あのー、画面全部のアイテムがリセットされるんじゃなくて、使った、選んだ枠だけ、新しいものが出てくるみたいな感じかな。なので、まあ多分、出てくるアイテムのおそらく一番いいのは戦形の書だと思うんで、まあ、 宣言のショー出てきたら100%宣言のショーを取る。で、ないときは、まあ、自分のその生活スタイルで一番最速で回収できるものを選んでおけばいいんじゃないかな。4時間後にすぐ見れるんだったら4時間のもの取ればいいし、なんか選んでから寝る。8時間とか寝ますって言うんだったら、4時間じゃなくて、8時間かかりそうなものとか、まあ12時間かかりそうなものとか取っといて、まあ寝て、起きて、まあできる限りだから最速でじ、何時間後に回収できるものを選んでいけば、 いいんじゃないのかなと思ってるね。だから、線形の書があるから、絶対に線形の書を取りに行くんじゃなくて、すぐさま、例えば4時間後であったら、すぐモンストでチェックできるわっていうんだったら、別に線形の書を残したままでも、この4時間のスケットミン取っといて、その、すぐ回収すればいいしね。別に線形の書、線形の書みたいな。2つあっても、そしたら20時間、20時間っていうかかるだけなんで、別に、 なんていうか自分の生活スタイルで即座に回収できるものを取っていくっていうのを意識しておけばいいんじゃないかな。まあ、なんで選挙の書でてきた絶対に最速で選挙の人取らなきゃいけないわけじゃなさそうな気がするね。まあ、あとは一応、え ?16 日火曜日のお昼に消えるんで、そこの時間は逆算しとかないといけない。あの、終わりギリギリに20時間かかるものを選んだら絶対にそれは確保できないんで、そのミスだけは やらかさないようにしとかないといけないんじゃないのかなそして続いてこちらもございます。じゃん。なんとですね、<ん>こちら。一確率でリセットが出現というこにリセット、はい、あセットあじゃあ、あれだ。私の言ってた話。ちょっと考えなきゃいけないわ、これ。リセット入ったら、線形の書消えるんだったら。あ、でもあれか。リセットボタンがあるのか。あー、なるほどね。じゃあ、これは大丈夫だわ。じゃあ、あー、じゃあ大丈夫大丈夫。あの、さっき言ってた、線形の書を何個か取っといて、やるっていう手段は、全然大丈夫ね。むしろそういう二つあったら、 ああ、そうね。それを先にじゃあ取っちゃって、その後にリセットをして、中身を全部入れ替えるみたいな。ああ、なるほどね。じゃあこれも全然いいんじゃないかな。使うタイミングはそうね。なんか、微妙なものしかない時か、どれもこれもかかる時間が長い時は、リセットしちゃった方がいいんじゃないのかなと、私、思いますね。はい。 他にもこのようあーあー、そうね。出てくるアイテムで重要なのは、えー、まあ、線形の書ね。線形の書だけは出てきたら、絶対にリセット、それ、これ確保してからリセットはするようにしておけばいいんじゃないかな。まあ、ビスケットとかステッキは人によって重要度変わるから、無視してもいいと思うんですけど、意外と4時間のやつは、 あの、選ぶのは全然ありなんじゃないのかなって思うね。まあ、この辺興味ないから、私あんまり。あの、多分4時間のやつバッバ選んで、さっさとリセットか先挙の人出ねえかなっていうような感じの立ち回りで、今回は進めていこうな。まあ、これ取るかこれ取るか、この辺もあんまり興味ないかな。かかる時間長いし。できる限り短い時間でパパパパいろんな抽選をやってった方が、私いいんじゃないのかなーって。 って思うねでまあ4時間のやつなかったら8時間のやつ選ぶみたいなそんな感じで今回私進めていこうかなと思いますそしてなんとこちらもございますああそうねああ生成は10回しなきゃいけないってことね最低でもいやでもこれさやっぱいやピークとかガリアードに SS ボイスあるんだったら絶対これなんか第2弾のキャラクターにもガチャゲンのボイス追加されるでしょう。これ多分これで終わりじゃないわミッション でまあ最低でも十回は生成しなきゃいけないんでまあそこはちゃんと十回やって英雄の書はゲットしておきましょうねっていうことになってるかな続いてこちら五月十日はモンストの日ですえあ,あれあれあれこれもしか…あれ追加長期曲なくねえあ、なくねこれ <laughs> あれコラボの話してからモンストの日行った時って私の経験上大体ない気がするんだけどまあこれ美なくるみは私興味ないんでまぁ、あ、とりあえず進撃のガチャの単発引けるこれは絶対に交換しておきましょうみたいな感じになってるけどえ

え<ス>ええい。え信じられへん今ちょっとね、後付けで少しだけ話させていただこうと思うんですけど、もうやっぱり、ユミルのイベントだけで、今回は、今週はもう全部でしたね。だから多分、来週追加超究曲がやってくる。一応ね、まあ、うわ、来ないんかいみたいなこと言ってる人もいたんですけど、あのー、まあ、コラボ4日目だから、まあ、そんな来ないでしょって言ってる人もいたんで、まあ、確かに言われりゃそうか、みたいな感じのことも思いましたね。 <laughs> なんで。まあ、とりあえず、でもゴールデンウィークの期間にぶっこまがなかったのは、ちょっと私驚きかな。来週からはまあ、いつも通り学校だったり仕事だったりが基本的な生活スタイルになると思うんで、それで6日間しかない期間の中で、まあ多分、あのー、まあ、追加超級局はイメージついてるんですけど、むずいと思うんすよね、勝つの。お父様でも結構、阿炎共感だったイメージだから、 ま、よっぽど進撃コラボのキャラがぶっ刺さって楽にしてくれるんじゃないのかなっていう。そうかそうじゃないと。あの、エドワードみたいにお父様の。だから、まあ、とりあえず、準備としてこの一週間は、まあ、進撃コラボのキャラを、とりあえず持てるだけいろんなキャラ厳選しといて、追加超究曲、パパッと苦戦せずに勝てるように、備えておいた方がいいんじゃねえのかなと、私思いましたね。じゃあ、続きどうぞ。 あれっすってなんだっけ重力地雷のイメージしかないんだけど。なん何これん何だこれ性能が貫通神、貫通神超パワー、クリティカル。でマイス水イに、あ原、超原則もらってる。で超、あ、超重力もらってる。超短しくもらってる。強っ何この超ばっか。で、光耐性とカウンターアキラ、ー M ももらってる。あ、でこれ一体編成だな、多分。あ、そうね。やっぱ種族が異なるキャラ三体か、 剪定が、線形が異なるから3体だから、まあ、デクさんと一緒でパワー型しか入れられないか、神、この人しか入れられないよってことね。で、自供化して、ふい久々に見たこのソロモンと一緒の40ターン爆発。まあ、ソロモンと倍率、そしたらこれね、ソロモンと一緒だったら確か自供化倍率3倍 ?3 倍じゃなかったっけソロモンのやつって。2倍だっけなあ、結構自供化倍率もらってたはずなんですよね。まあ、かなり、 なるほどね。1体しかいらない代わりに、すげえ強いよと。えー、こういうキャラが刺さった時、コネショとかも使う人いそうだな。で、クロス爆撃と、貯絶貫通毒録ン衝撃波もいるんで、毒キラーの相方だから、将来的にもあれかな、脱気とかと合わせたりとかもできんのかな多分ッキ重心化返したら、種族的に色々と組み合わせられそうだし、毒キラーも持ってるだろうから、これ組み合わせて、できそうな気が、するような気がするな。そうね。 へえ、一体の代わりに結構使えそうなキャラにはなってんじゃねえのかなーってこれ思うね。重心化情報。重心化重心化。重心化。ああでもまあ限定したばっかだからな。多分そんなぶっ壊れは私ぶっこんでこないと思うんだけど。あ、これ、あれじゃん。貴族性のベテルギウスじゃね。ゾロじゃん。<laughs> 口に加える人ゾロ以外で私初めて見たかもしんない。え、で、貫通バランス、 ゆっくりかんーで、超バランスにできて、ダメを、地雷、ワープ、えー、で、スワビに水属性キラー、状態上回復も持ってますよってことで、うーん、でも貫通だからな、さすがに天馬にのギミック、まあ、法人以外では持ってるけど、ま、あさすがに使えそうな雰囲気はあんまりしないね。で、敵が、あ、弱点ロスなんだ、えー、で、自強化も持ってるから、うーん、殴りじゃあ強そうね。で、超絶拡散と、超強防御弾ブラスト。うーん。 なんて言うかさ、ん普通 <laughs> なんか、なんか、あー、なんか全体的に水準は高そうみたいな気はするけど、友情コンボに貯絶貫通格算乗ってきてもさすがに今の時代は、しかもゆっくりだからな、クリティカルとかの方が、いや、これは、うーん、いや、ベテルギウスおじいちゃん、でも結局これダメ落ちないだからな、大体いいその辺ザドキエルで賄えられてるから、いや、これはワープ関わってこないと、 まあ、ザドキエルでよくね理論で割と適用されちゃいそうな気がするところになってるね、これ。いや、これなんか、さ、はい、あの、最後に。えぇ嘘来週追加超究極お父様と同じ方式ってことバイバーイいやー、これ私、コメント欄こえー、<laughs> これ、えぇ、ー、これどうなってる コメント欄。反応怖いんすけど。あ荒れてないこれ。これ。いや、この後になんかないいや、なんかないいや、ねえよな、さすがに。え終わったー。いや、さすがにこの後からなんも来ねえでしょう。終わったー。